どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、ちょっと細かい話ということで、今週1週間のですね、クレジットカード、航空会社、ホテル系のね、話をまとめてね、紹介していきたいなと思います。はい、ということで早速ね、内容に入っていきたいなと思うんですけども、こちら三菱 UFJ ニコスカードですね。 MUFG、 私の動画で中では MUFGプラチナカード結構おすすめさせていただいているわけなんですけども、こちらのクレジットカードはね、 MUFG なんですけども、なんとね、外貨でのショッピングご利用代金の円価に換算するための事務手数料改定のお知らせということで、こちらね、外貨決済の事務手数料がこの三菱 UFJ ニコスで改定がね、発表されております。しかもこれがね、約2倍ぐらい上がるということで、今ね、現行 2.2% なんですけども、これがね、3.85% に引き上げられるっていうのがね、発表されたんですよね。これ2024年2月の29日にね、発表されたわけなんですけども、これね、嫌な動きですよね。今現在ね、まあ、私の動画の中で三井住友プラチナプリパード外貨決済で 3% 還元とかあるので、こういったね、三井住友カードも 2.2% なんですけども、まあ、それでもね、 3% 還元なんでね、決済していただく分にはですね、もう何も考えないでね、利用していただければお得にね、利用することができるということで、プラチナプリファードね、おすすめさせていただいてるんですけども、三菱 UFJ ニコスでは 3.85 にね、引き上げがね、発表されたんですよね。まあ、対象カードはね、 MUFG カード、ニコスカード、 JA カード、 MUFG カードということで、まあ、こちらね、ビザ、マスターブランドがね、対象になるわけなんですけども、すごいですよね。 3.85% にね、引き上げられるっていう風になりますかね。で、こちらの変更時期は2020年3 8月の13日、これが FUFG カードですね。で、ニコスカードとか JA カードは8月の27日からね、引き上げになるっていう風になりますんで、いやね、一社のクレジットカードがね、こういった感じでね、外貨事務手数料引き上げたらね、他の会社も追従してきそうだと思いますので、ちょっとこれはね、不穏な動きですよね。それでは次です。三井住友カードなんですけども、こちらね、新しいキャンペーンが始まっておりまして、すぐちゃんっていうのがね、始まっております。こちらね、ご利用通知設定をしていただいて、2000以上ね、利用していただくとですね、最大1000円分の V ポイントギフトが当たるキャンペーンが3月1日から6月30日まで行われております。こちらね、概要欄に載せておきますので、ぜひね、こちらご利用通知ね、利用していただければ、こちら参加することができて、この三井住友カードのね、利用通知って非常に便利で、 LINE とかでもね、利用することができるっていう風になりますんで、やり方ね、私の Twitter で一回ツイートしましたので、それの URL ね、概要欄に載せておきますんで、ぜひね、こちら設定していただければなと思います。本当にね、寸分の狂いもなく LINE がね、送られてくるっていう風になりますんで、そうなるとね、不正利用の防止とかにもなるんでね、ぜひ設定しておいていただければなと思います。私もね、こちら LINE とメールで両方設定してるんですけども、このキャンペーンに関しては、まあ、LINE はね、設定してほしいんですけども、メールがね、設定が必要っていう風になりますんで、まあ、両方ね、設定しておいていただければなと思うんですけども、本当に利用したらね、すぐメールも来ますし、 LINE も来ますし、このキャンペーンもね、すぐメールで飛んでくるっていう風になりますんで、ぜひね、こちら登録ね、しておいていただければなと思います。それでは次にですね、こちらオリーブの切り替えキャンペーンがね、また3月の1日から開始になっております。 V ポイント総額1億円相当を先着10万名様にプレゼントということで、三井住友銀行を持っていて、オリーブね、切り替えてない方はぜひこの機会にですね、エントリーしていただいて、切り替えていただくと、先着10万名様に1000円分のね、 V ポイントギフトをもらえるっていう風になりますので、こちら非常にいいですよね。まあ、三井住友カードのオリーブに関しては、私ね、プラチナプリファードこれで利用させていただいてるんですけども、三井住友銀行持ってる方に関してはね、ほぼノーリスクではないのかななんていうふうに思いますので、この機会にね、利用されるのが非常におすすめっていうふうになります。まあ、切り替えただけでね、1000円もらえますんでね、ぜひちゃちゃっとやっといてください。それでは次にですね、こちらね、 JCB のザ・クラスですね、面白いサービスがね、開始になります。近隣トラブルの解決支援制サービス、ザ・クラスっていうクレジットカード、 JCB のね、上位カードでありますよね。これでね、近隣トラブル解決支援サービス P サポっていうのがね、あるんですけども、これがですね、このザ・クラスではですね、騒音トラブル、迷惑行為だったり事件未満のトラブルを解決支援するサービスが期間限定で無料で利用することができるみたいなんですよね。ですので、ザ・クラスね、保有されている方で
こういったことで、ね、悩んでいる方いらっしゃいましたらですね、これ無料で、ね、利用することができるっていう風になりますので、ぜひ、ね、こちら覚えておいていただければなと思います。それでは次です。こちら三井住友カードの、ね、公式ツイッターなんですけども、本日、まあ、こちらね、ツイートされているのは、2月の29日なんですけども、2024年のね、三井住友カードのゴールドナンバーレスに新しいカラーがね、発表されたということで、このねオーロラデザインっていうのがですね、今回ね発表になったっていう風になるんですよね。しかもねこちら今ねゴールド持っている方に関しては無料でね切り替えることもできるっていう風になりますんで、もしねこのナンバーレスゴールドのね修行を終わられている方でオーロラにちょっと切り替えたいっていう方はですね、変更手数料も無料でね利用することができるっていう風になりますんで、ぜひねこちらチェックしていただければなと思います。それでは次にですね、こちらね数年前から噂があって、結局どうなるか正直分かんないんですけども、未だにねちょこちょこねブログとかに上がって話題になるっていう風になってるんですけども、キャセイってありますよね、キャセイパシフィック航空、今ねバンワールドを離れてエアーチャイナに買収されるかもしれないっていうのがまたね海外のブログで掲載されて話題になってるんですよね。まあ一応ねこれ結構前からあって、どうなるのがね正直全然分かんないんですけども、このキャセイパシフィックっていうのはですね、あんまりね経営がうまくいってないみたいで、この中国国際航空にね買収されるんじゃないか、まあ買収されたらね、まあ、スターエアラインズになるんじゃないかみたいなね、まあ、そんな話がねたまに出ては話題になってみたいな感じになっておりまして、またねこちら海外のブログでね取り上げられたということで、まあ、結構話題になっておりますので、一応こんな感じのことがあるかもしれないっていうことは、まあ、一応覚えておいていただければなと思うんですけども、まあ、実際はねまだね詳細はわからないっていう風になりますので、まあ、決まりましたらですねまたね動画解説出したいと思いますので、まあ、こちらはねぜひ頭の片隅に入れておいていただければなと思います。それでは次ですね、IHA ホテルね利用される方は宿泊するとね最大抽選で1万マイルが当たるキャンペーンがね来ておりますので、こちらねぜひチェックしておいてください。期間は2024年2月の27日から5月の12日宿泊分までで、キャンペーン内容ですねこちらエントリー必要っていう風になっておりますので、概要欄に載せておきますので、こちらぜひエントリー忘れずに利用してください。期間中単価登録の上 IH ホテルに宿泊された方に通常マイルとは別に抽選でボーナスマイルをプレゼントということで、 A 賞が50名に1万マイル、 B 賞が100名に5000マイルということで、まあそんなにね枠が多くないんで、まあ当たればいいなくらいでね思っておいていただければなと思うんですけども、対象ホテルがねこういった形になっております。で対象のお客様は ANA マイレージクラブかつ IHA ワンリバーズ会員の方ということで、まあANA マイレージクラブ会員の方でね、まあ、IG のね、ホテル利用されている方非常に多いと思いますので、ぜひこちらエントリーね、忘れずに利用していただければなと思います。それでは次にですね、こちらね、私のアカウントのツイッターなんですけども、なんとね今アメリカン航空が、先週の細かい話でしたと思うんですけども、アメリカン航空はですね6月の末から羽田ニューヨーク路線を飛ばすんですよね。で今までねこの JAL マイルで発券するアメリカン航空のね飛行機っていうのは往復で7万マイル燃油サーチャージなしでね発券することができてたんですよね。ですので往復で発券すると片道ね3万5000マイルで今までね利用することができて、まあ、非常にいいですよね。で燃油サーチャージかかんないんでね、まあ、そういった形になってたわけなんですけども、これねサイレントで必要マイル数下げられているっていう風になりまして、これめちゃくちゃ朗報です。東京羽田空港からダラスフォートワースの往復なんですけども、燃油サーチャージなしの、往復5万5000マイルで今ね JAL マイルでアメリカン航空のねアメリカ本土を発見することができるっていう風になります。これねめちゃくちゃいいですよね。往復で5万5000マイルっていう風になりますんで、片道2万7500マイルで利用することができるっていう風になります。こちらね残念ながら往復で発見するとこの5万5000マイルになって、片道だとね4万5000とかね、ちょっと意味不明な必要マイル数っていう風になりますんで、正直ねこれ今ねいろんな航空会社ありますけども、おそらくアメリカ本土に行くね一番安いね特典航空券っていう風になりますんで、もしね今後アメリカ本土にね行きたいよっていう方は JAL マイルで提携航空会社のアメリカン航空選択していただいて発券していただくとですね、羽田こちらはダラスフォートワース路線になりますけども、まあ、往復ね2万7500マイル燃油サーチャージなしで利用することができますんで、
アメリカン航空が飛ばしている、ダラス、フォートワース、またね、ニューヨーク、またね、ロサンゼルスに関しては、こういった感じでね、利用することができますんで、非常におすすめです。で、またね、謎にロサンゼルスはね、さらに5000マイルオフということで、なんとね、5万マイルで発券することができるんですよ。羽田ロサンゼルス往復ね、まあエコノミークラスにはなりますけれども、燃油サーチャージもかからないっていう風になりますんで、片道2万5000ですからね、めちゃくちゃいいですよね。ぜひアメリカ本土で、ね、狙われている方は、正直これね、ちょっと前まで私ね、検索してた時は、往復ね7万マイル、片道だと4万5000マイルっていう風になっておりましたんで、これ最近変更されたと思うんですけども、正直これね、いつまで続くか分かりませんので、発見されたいっていう方はね、急いで発見ねしといていただければなと思います。今からね、この10月とかね、結構先の日付に関しても、まあ、こういった感じでね、利用することができるっていう風になりますんで、これめちゃくちゃスイートスポットだと思いますんで、ぜひね覚えておいてください。それでは次にですね、先週ね紹介させていただいた JAL マイレージパークに関してなんですけども、25% 増量ね、一体どこなんだっていうふうに思っておりまして、まあ、D ポイントなのか何なのかっていうね、噂は結構あったわけなんですけども、なんとね 25% レートアップは楽天ポイントだったっていうふうになるんですよね。ですので、もしね楽天通常ポイントね、この楽天ポイントっていうのは、マイルとかに交換するのはですね、ポイントサイトとかからね、交換したポイントはね、交換することができないので、まあ、あくまでねお買い物マラソンとかで貯めたね通常ポイントのみにはなりますけども、このね楽天ポイント 25% レートアップで JAL マイルにね交換することができるっていうふうになりますんで、こちらね非常に朗報ですよね。でこちらね、リンクをクリックするとこういった形になっておりまして、3月1日から3月31日まで 25% 増量で楽天ポイントをね JAL マイルに変更することができるっていう風になります。キャンペーン詳細ですね、期間中楽天ポイントからマイルの交換を申し込みいただくと、通常交換マイルに加えて 25% ボーナスマイルを積算いたしますということで、楽天1万ポイントを交換した場合、通常5000マイルのところさらに1250マイルねもらえるっていう風になりますんで、これはねめちゃくちゃいいですよね。楽天ポイント、通常ポイントね保有されている方で JAL マイル貯められている方はぜひね交換しておいていただければなと思います。で付与時期に関しては2024年5月末っていう風になりますんで、まあ、交換完了までねこの増量分に関してはしばらく時間がかかるっていう風になりますんで、ぜひ覚えておいてください。でまたねキャンペーンについてはですね、2万ポイントまでっていう風になりますんで、まあ、マックスでやっても、2万マイル交換して、2500マイル増量分がね、取れるっていう感じになりますね。まあ、それにしてもですね、25% ですからね、非常にいいですよね。ぜひこちら、楽天ポイント持ってる方は利用してください。それでは次にですね、JAL がね、国際線の燃油サーチャージね、改定を発表いたしました。2段階ね、下がるみたいなんですけども、4月1日から5月31日発券分ですね。東京から北米だったら片道3万3000円。東京、ハワイであれば2万1000円ということで、今に比べると、まあ1万円近くね、下がってるんですけども、北米路線だとね、ハワイに関しても7000円ぐらいね下がってるんですけども、まあ未だにね、北米路線3万3000なんでね、まあ往復すると6万6000かかってくるっていう風になりますんで、それでは次にですね、もうね報道機関にね出てるんですけども、 JAL がねシドニーの路線に関してファーストクラスね設定するっていうのがね出ているんですよね。ちょっとそのサイト紹介していいか分かんないので、ちょっとこの画面で失礼させていただきますけども、羽田シドニー路線ですね、ファーストクラスで設定されるっていう風になりますんで、もしね羽田シドニー路線利用することがある方に関しては、こちらねぜひファーストクラスね、トリプルセブンにね置き換わるみたいなんで、今ねボーイング787だと思うんですけども、トリプルセブンになってファーストクラスで設定されるっていう風になりますんで、こちらもぜひ覚えておいてください。それでは次にですね、アメリカン航空に関してなんですけども、こちらね残念なお知らせということで、2024年5月1日からですね、このアメリカン航空でマイルとロイヤリティポイントを獲得する唯一のフライトは、アメリカン航空または適格のワンワールのパートナー航空会社および優先旅行代理店で直接予約されたフライトのみですということで、まあ、今までですね、まあ、どういった経由でね予約したとしても、このねマイルであったりロイヤリティポイントってステータスポイントだと思うんですけども、まあ、獲得することがねできてたわけなんですけども、2024年の5月1日以降はですね、直予約もしくは、ワンワールドの
まあ、日系でいうと JAL で発券したあの航空券じゃないとですね、あのマイルであったりね、ロイヤリティポイントね、貯めることができなくなるっていう風になりますんで、まああれですよね、ホテル業界でいう直予約じゃないとステータス特典が使えないみたいな、まあそういった感じに、ね、なるみたいなんですよね。これはねちょっと残念ですけども、まあ、アメリカン航空ではねこういったことが発表されましたので、まあ、今後ねあのトリップドットコムとかね、ブッキングドットコムとかで、まあ、予約した航空券に関してはマイル付与してくれないとかね、まあ、そういったことが今後広がってくるかもしれないですね。まあこういったのがねアメリカン航空のプレスリリースで発表されているっていう風になりますんで、まあ、アメリカン航空をね現金決済で利用する予定のある方はねかなり少ないと思うんですけども、一応こんな感じのことがね発表されておりますので、他の航空会社に、ね、波及しないかね非常に心配ですね。それでは次にですね、ダブルツリーバイヒルトン京都2024年3月29日開業に向けて宿泊予約受付を開始しております。こちらねダブルツリーバイヒルトン京都ということで3月29日にね開業予定しているわけなんですけども、昨日ね予約開始したっていう風になりまして、またねこちらのねダブルツリーバイヒルトンっていうねダブルツリーのね国際ブランドね非常に珍しいんですけども、クラブラウンジあるんですよね。これ非常に驚きですよね。普通ねダブルツリーバイヒルトンって、まあ、ダイヤモンド特典でねちょっと利用することができたりするところあるんですけども、ラウンジがあるホテルって結構少なかったりするんですけども、このホテルはねラウンジがあるということで、こちら、予約ね開始しておりますので、気になる方はぜひねチェックしていただければなと思います。それではですねこちらね先日ね非常に話題になったわけなんですけども、ウェルシアのウェルカツってありますよね。 T ポイントが和音ポイントで、毎月20日にねウェルシアでお買い物をするとですね、ポイント払いすると 1.5 倍で利用することができるウェルカツっていうのがお得会話ではね非常に有名ですよね。まあ私もねがっつり利用させていただいているわけなんですけども、今ね T ポイントもしくは和音ポイントでこのウェルカツっていうのはできるんですよね。ですけども2024年9月以降は和音ポイントのみということで、 T ポイントがね使えなくなるっていう風になるんですよね。この和音ポイントに交換するルートって結構めんどくさくてですね、ポイントサイトから交換できなくはないんですけども、ポイントサイトドットマネーで MI カードポイントっていうね、あの三越伊勢丹のポイントに交換して和音ポイントっていうルートになるんですよね。ですのでかなりねあの交換しづらくて、ウェルシアのこのウェルカツやる人かなり減るんじゃないかみたいなね、まあそういった感じでね、あの秘宝でね伝えられてたわけなんですけども、こういった感じでね発表されたんですけども、こちらね T ポイントの公式のねツイッターで4月の21日以降ですね、青い V ポイントにね切り替わりますよね。ですけども、その切り替わった後もですね、ちゃんとね和音ポイントの交換自体はですね今後も利用することができるっていう風になりますんで、まあ間接的にはなりますけども、この和音ポイントも、T ポイントが、新しい V ポイントになりますけども、そこからね交換して利用することができるっていう風になりますんで、利用できなくなるわけではないっていう風になりますんで、これはね本当に良かったですよね。これだけ最初発表された時にですね、本当にどうしようかなと、まあ私は MI カード持ってますんでねまだ良かったんですけども、まあ、とりあえず T ポイント和音ポイントに交換しとこうかなとかいろいろ思ったんですけども、まあ、ひとまずね今後も交換することはできるっていう風になりますんで、このね新しい V ポイントになった後もですね、とりあえず今はね和音ポイントに交換することができるっていう風になりますんで、このままね利用することができていればですね特に問題はないのかななんていう風に思うんですけども、ここはねいつか、ルートね塞がれてしまったらですね、本当に和音ポイントね交換するの結構めんどくさくなりますので、これはねちょっとねビビりますよね。はい、まあ一応ね現時点では V ポイントからね和音ポイント交換できるっていう風になりますんで、まあこの点はねまあ大丈夫かななんていう風に思うんですけども、一応こんな感じの発表があったことはねぜひ押さえておいてください。ということで今回ですねちょっと細かい話まとめてね紹介させていただいたわけなんですけども、まあ、今回ね紹介したものに関しては全てね概要欄に公式サイトで、ね、あるものに関しては載せておきますので、気になるものございましたらですねぜひねチェックしていただければなと思います。いや本当にねウェルシアが一回ねワンポイントのみになってね、これでもうウェルシアでねウェルカツできなくなるんじゃないかなっていう風にねちょっとビビったわけなんですけども、まあ、一応ね現時点ではこのね V ポイントからの和音ポイントの交換っていうのは2024年4月以降もね
継続されるっていうふうになりますんで、まあ、今のところはね利用することができるのではないかっていうふうに思っております。まあこれもねちょっといつまで続くかね正直わかんないですけども、私もねウェルシアめちゃくちゃ使っておりますので、まあ、これはね本当にね継続してほしいですね。はい、ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント、最近ね LINE 公式アカウントで PP 診断、マイル診断、マイルクリカ診断、ポイントサイト診断ね、できるようになりましたので、ぜひねこちら辺から無料でこちらね利用することができますので、ぜひねチェックしていただければなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。